日本栃木県下津賀郡美部町泉町泉町は栃木県下津賀郡美部町の地名。住居表示実施済み区域で定番を持たない単独町名である。郵便番号は321-0213。美部町の東部、旧南犬海村南部に位置する。東及び南で美部町、西で東部宇都宮線を挟んで四方三丁目、北で若草町。 栽培町一丁目と隣接する。町域の全域が住宅地となっており、一部に個人商店が立地する他はほぼ全て一般住宅が立ち並んでいる。北部で隣接する若草町と同様に非常に狭い町域で、南北、東西それぞれの距離がわずか300メートルほどである。泉町は1987年に住居表示により、成立した新しい町名である。 それまでは、大技三部、大技安塚にまたがる区域であった。おもちゃの町地区に隣接し、東部宇都宮線や主要地方道、羽生田町加茂線が近隣を通過することから、宅地化が進み、独立した町名となった。2017年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。西に東部宇都宮線が通過している。この一帯は、 おもちゃの町駅と国屋駅のおおよそ中間にあたり、利用圏内にある。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。